ではフォニックスについて。ではフォニックスについて音読していきます。これこのまま読みましょう。アルファベットの音声からね。はい。じゃあ、ワン、ツー、スリー。アルファベットの音声。英語のアルファベットそれぞれが特定の音を表します。例えば、A は a、c a t のような音。B は b、bad。 のような音などですまあ、これフォニックスの基本なんですまあ、読み方日本語みたいにあはあ、はあいはいって読むんじゃなくてまあ,あって書いてあってもエイって読んだりすると時もあるっていうそういうことですよねじゃあ2番いきましょう母音の音声母音は特に重要です英語には5つの基本的な母音があります これ一緒に読んでね、一緒に私と一緒に読みましょうね。行きますそ,れぞれそれぞれの母音には複数の方法で表されることがあります。それぞれの母音には複数の方法。あ、ごめんごめん。これこ、ここさっきのね、もう一回行くね、こうね、ここは静かに。それぞれの母音は複数の方法で表されることがあります。つまり、いろんな読み方があるってうことはね。 例えば、A はえだけでなく、A、ケイクのような音としても表されます。このここは、あだったらこれ、a k クになるよね。これ、A って呼んでるから、ケイクって呼ぶのね。ナンバー3ね。子音の音声。母音以外の文字は子音です。これらも独自の音を持ちます。例えば、B はブの音を表し、C は これクだから C ャットね。これ C だから C って呼んじゃうとシャーとなっちゃうもんね。これクって呼んでるんだよね。のような音。または S。これはスって音ね。これセント。セントね。これクって呼んだらケントになっちゃうもんね。だからこの場合にはこれスって呼んでるんだね。のような音としても使われます。意外に不規則だということです、えー。ブレンディングとセグメンテーション。どういうことかっていうと、 フォニックスでは音をブレンディング合成して単語を作ったり逆に単語をセグメンテーション音に分解したりすることで言葉を理解します例えば B プラス A プラスあこれ読み方だなこれね B プラス A プラス T をブレンディングすると b a t b a t b a t となります ルールと例外英語にはフォニックスのルールがありますがいくつかの例外も存在します例えば GH はしばしば無音であることがありますこれねえっと、これ GH って書いてたけどこれ G は読んでるんだここだよね Ghost Ghost ねこれ H は読まない読んだら Ghost になるもんねで今のやつはね、もう少し深く掘り下げていきましょう えっと、ナンバーワンね、死因の重複。いくつかの単語では、同じ死音が連続する場合、その死音を一度だけ発音することがあります。例えば、リトルリトルは t が2つあるけど、これ1回,1回しか言いません。1回、2回言ったら、リトトルになるもんね。tt <laughs> の部分は、実際には1つの音、t。音として発音されます。母音の長短。 母音の長さは時々その母音が持つ音を決定時々母音の長さはえー、っとその母音が持つ音これじゃこれなんかおかしい母音の長さは時々その母音が持つ音を決定しますえー、っとねこの時々じゃないのこれねえっとその時々で その時々でい,いかなっていきます母音の長さはその時々で母音が持つ音を決定します。つまりいろいろ変わるということね。例としてこれは bit だよね。ところがこうなるとこれは byte と読みます。 で、例として、bit、これは b イ t e というふうに読むときもあるんだよね。ここのとこね。これ最後に e が、えっと、つくだけで、ここは、これは短く e って音なんだけど、ここが i っていう音になります。だから b イ t e になります。e、えー、の短い音は bit。e の長い音、つまり i の音は b イ t e です。 これ、いいじゃなくて、これ、イかな。愛の短い音はビットで、愛の長い音はバイトです。つまり、最後に位がつくとここが長く読むってことね。なかなか複雑でしょう。じゃあ、これ。えー、っと、静音字。これ、なんか、なんかこれおかしい。これ、母音かなこれ、これ、日本語がおかしいですね。いくつかの文字は、 単語に使われても発音されないことがあります声音声音ボイン違うなこれこれ読めない <laughs> これきっとなんか間違いだと思いますあと直しておきましょうねこれはねやっぱりね声音じゃなくて目次の方がいいですね目次、えー、っと出てこないこれは字 この字です。じゃあ読みましょう。目字。いくつかの文字は、えー、単語に使われても発音されないことがあります。じゃあこれいきましょう。Night。この K は読まれていませんよね。それから GH も読んでないです。だから、えー、読んだら「くないぐ」とになっちゃうかもしれないもんね。それが Night とい,いうもんだから、えー、とつまりこの K と GH は読んでいません。 じゃあナンバーフォーね。シーン組み合わせ。いくつかのシーンの組み合わせは新しい音を作ります。例えばシやズなどの、えー、単一の音として、えー、認識されます。例えばすとハを組み合わせると本当だったらさ読むはずだけど、これはシみたいね。これはツとハですから、本当だったらツッハ。 にななはずなんだけどこれをくっつけちゃうと今度は全然違ったずずず同等になるの。っていうことね。で最後に不規則な発音ある特定の単語はフォニックスのルールに従わず独自の発音を持ちます。例えばこれこれ読めないコロ,コロネルって読んじゃうよねどう考えてもね。これはカーネルって読みます。カーネル。発音は 直感的ではなく、フォニックスのルールに合致しません。はい。えっと、ここもなんかおかしい。直感的ではなくて言い方がおかしい。<laughs> えっと、カーネよ。これ発音は。まあ、えっとね、理論的ではなくのがいいかもしれません。ね、これは,これは普通ではなくにしようかな。この。 発音は、うん、直感的おかしいようなこれねえー、っとね規則的の方がいいよねじゃあもう一回行きましょうカーネルこの発音は規則的ではなくフォニックスのルールに合致しません